シェアハウス、今日も僕は監視する。こんにちは、ポコタです。今回もこちらのアプリゲーム4回目でしょうかね、やっていきたいと思います。もう残るはね、アカネとユズという女性2人だけですよね。はい、まあちょっと何のこと言ってるのかわからない方はですね、前の動画を見ていただければと思います。では続きからいきます。はい、4日目。どんな展開が待ってるんでしょう。時計に目をやると午後12時を迎えようとしていた。数日まともに寝てなかったしな。ひとまず体のあちこちを確認して布団から抜け出した。傷もなし、物も荒らされてない。まあ、こうやって確認しなきゃいけないのは、なんか誰でも部屋に入れるようなところっぽいんですよね。襲撃犯を追っているはずが、毎晩別の誰かから命を狙われる。警戒に警戒を重ねるのは当然だった。まあどういう日常を送ってんだっていう話だけど、襲撃犯は不治でもなかった。そうして脳裏に浮かぶのはユズとアカネの顔。ダメだ。考えれば考えるだけわからないな。俺は思考を放棄するように部屋を後にした。廊下に出るとすぐにリビングの方から騒がしい声が聞こえてきた。うわぁ。つうことは全員で食事なんて久しぶりね。あ、確かに。全員が集まるのはあの日以来だった。俺が定位置に腰を下ろしたことで、お待たせ。昼食はオムライス。あ、いいな、オムライス。食べたくなってきた。ユズが俺の大好きなオムライスを運んできてくれた。ここ数日で一番穏やかな時間が流れてる気がする。じゃあ、部屋暗くするぞ。なんか怒りそうな予感。は？穏やかな時間もつかの間、わざわざ部屋を暗くする意味を聞く前に。あ、もう暗くされちゃった。あ、なにこれ。その答えはすぐにやってきた。カーテンを閉め切り、光を遮断した空間にスクリーンが音を立てて降りてくる。真っ暗、早く DVD セットしてほしい的な。ああ、もうせかすなっての。電源ボタンはどこだ？映画見るのか？そうそう、今日みんな予定空いているみたいだから、映画見ようって話になったの。たまにはいいでしょ？映画を見ながら昼食を食べようというこの状況。俺は一刻も早く襲撃犯を捕まえたい気持ちでいたが、その場に留まった。みんな一緒にいる状況なら、殺される心配はないよな。見る映画はね、私の大好きな映画、ミモレットよ。なんだか眠くなりそうなタイトルだな。なんだろう、実際にある映画かな、ミモレット。絶対寝るだろう。スプラッター映画に変えようぜ。ミモレットで。今か今かと映画を待つ中、富士のうなり声だけがリビングに響いた。悪いみんな。暗すぎて手元来る。一旦電気つけるぞ。意味ない。普通セットなどしてから暗くしますけど、段取り悪。お、明るくなった。ごめんごめん、すぐにセットするから。部屋に明かりが戻り、視界が鮮明になったところで、おう、早速事件が。皿の周りと俺の服に血が飛散していることに気づく。血じゃない。富士がやってきて、それを指ですくってペロリと舐めた。今時ケチャップはねえわ。おい、誰だよ。ギャハハハ。だっせ。バカ、お前以外誰がやるんだよ。俺は使い古されたネタはやらねえっての。もういつもなんか使い古されてるような感じするけど。ふふふ、じゃあ三葉がやったの。あはは、うちじゃないですけど。あははは。おい、シロだ、ノリ悪いぞ。普段の俺なら笑ったかもしれない。ただ今の状況が状況だけに、俺は一人笑うことができなかった。ちょっと笑い事じゃないでしょ。ユズ、やっぱりユズは優しいな。
でもゆずがやってないっていう証拠もないしな。一体誰が掃除すると思ってるのだか。そっちか。ゆずは少し怒ったように床やらテーブルを拭いた。白田くん、オムライス作り直すから待ってて。ゆずの心遣いはありがたかったが、すでに食事どころではなくなっていた俺は首を横に振った。ごめん、部屋に戻る。え、でも、ほっとけゆず。みんなの笑い声を背に俺はリビングを抜け出した。誰がケチャップをかけたんだろうね。ゆずには悪いけど、やっぱり俺にはやるべきことがある。あれがただのいたずらで終わればいいけど、今まではそうじゃなかった。少しでも異変があれば警戒するに越したことはない。さて、4日目が始まったかな。いたずらならいいが、誰の部屋を覗こうかな。お、ゆずはいない、富士もいない。出かけたのかな。まあ茜でも、すごい集中力で本と向き合ってるな。話しかけたら叱られそうだなと思うけど、行ってみるみたいなね。まだ本読んでんの。あかねーって呼んでるんだけど、後にしてちょうだい。ピシャリと言われ、とてもこれ以上話しかける気にはなれない。オーディションが近いから集中してるんだろう。あ、台本読んでたのかな。じゃあ三つ葉のとこ行っか。ゴソゴソしてるな。こっちにしよっと。探し物かな。怪しさは感じないけれど、まあ行ってみないとわかんないからね。三つ葉は何やらゴソゴソ取り出している。探し物か。ちょっと気配消して背後に立つのやめない。立ち聞きが癖になってね、ついね。着替え取ってるだけ。あっち行って。ぐりぐりと背中を押されて追い出された。ふふふ。まあね、女の子の部屋にこっそりっていうのはちょっとね。ゆずの部屋とか行けないのかな。キッチン？結局ご飯食べ損ねたよな。何か腹に入れよう。お、いける。光ってるのは冷蔵庫とか。え？冷蔵庫を開けると不自然なくらいに空っぽだった。盗まれたみたいに空っぽだ。仕方ない、朝食は諦めるか。腹の音は文句を唱えているようだった。あ、シロだ、ここにいたんだ。ゆずかな。振り返るとともに食欲をかきたてるいい香りが鼻先をかすめる。部屋ノックしても出てこないから探してたの。でもちょうどよかった。はい。お、もしかして買ってきてくれた？そう言ってゆずは料理を乗せたトレイを差し出してきた。作ってくれたのか。食べないとダメだよ。ありもので作ってみたんだけど、優しい。ふと料理の中のプチトマトが目についた。あ、このプチトマトはもしかして。あ、ベランダの？おお、水やりしてるのか。そうそう、もうすぐ食べ頃だよ。今度サラダにしようね、お楽しみに。っていうのは前の会話だな。プランターで育ってた、プチトマトか。そういうわけで、ちゃんと食べてね。おっと、食べるとなんかあるのかな。ありがとう、ゆず。簡素だが気持ちの込められた料理を俺はありがたく頂戴した。おお、これが何かのヒントになるのかな。ふう、ごちそうさま。
冷蔵庫の中はきれいに空っぽだった。それと今朝のケチャップ事件についても探りを入れておくか。おっと、誰かいる。洗面所のところに。ん？誰か来た。三葉か。おっと、何？行くと死にそう。行ってみるけど。洗面所に入った瞬間、今にも服を脱ごうとしている三葉と目が合った。え、あ、違う。いや、ああ、まさか打ち所が悪くて。三葉のパンチは綺麗に俺の顎に命中した。まあちょっと予想したけどね。思いのほかパンチの当たりどころがよく、俺は完全に意識を吹っ飛んだ。ふらふらしながら洗面台にぶつかり、洗面台のものを巻き込みながら倒れ込んだ。途端に激痛で意識を取り戻したが、首元には温かい液体が広がっていく感覚を感じる。そういえば倒れる寸前、いつかのカミソリを見た気がする。よく殴られて死ぬよな。前もなんかキッチンでそうなった気がする。じゃあ今度は見るだけにしておこうか。こんなところで何よ。でまあすることはね。しばらくすると三葉はおもむろに服を脱ぎ始めた。とっさにモニターを消した。普通に風呂に入りに来ただけだった。いやでも本当に風呂に入るだけだと言い切れるだろうか。もしケチャップ事件の手がかりでもあったら、自分の中で激しい葛藤が繰り広げられた結果、非常事態だから命がかかってるんだ。を自分を納得させた。言い訳を心の中で繰り返しながら、そっとモニターのスイッチを押す。お、もういない。しかしそこに三葉の姿はなかった。どっと疲れた。うん、まあ、特になかったな。お、富士が戻ってきてる。ケチャップチーズってギャハハ、白だ、傑作だろ。こいつ。ああ、笑い疲れたし寝るか。寝る前に話を聞いておこう。ああ、もう夜なのか？昼寝するってことか。おい。シーロだ。もう笑いすぎて涙出たよな。ああ、もう荷造りはできたか？そこまで言ってようやく富士は俺が お怒りだということを理解したらしい。ごめん、追い出さないでくれ。悪かったって、真面目んご。みんなに合わせて仕方なく笑っただけだって。いや、絶対本気で笑ってたから。食べ物粗末にするのはどうかと思うわ。俺が聞きたいのはそういうことじゃない。あのいたずらは誰がやったと思う？相川じゃないのか？隣にいただろう。相川と俺はいたずらして笑い合う間柄じゃない。ああ、そうだったな。じゃあ、茜じゃないのか？なんで茜なんだ？茜もお前の隣にいたからだな。ごめん、聞いた俺がバカだったよ。どういう意味だ？面白いって意味？まあでも隣にいるからっていうのは立派な理由の一つになるよね。まあ一応相川と茜にも話を聞いておくか。当てにならないってひどいな。腹ごしらえも済んだし、ケチャップ事件について手がかりが欲しいな。まあ相川から順番に聞いてみよう。下押しされてる。なんかイラついてるのか。寝てる。よし、起こしに行ってみよう。白だ、てめえ。急に。寝てるじゃん。なんだ、寝言か。目を開けて寝ないでくれよな。怖あ、結局話聞けなかったじゃん。じゃあ、茜か。特に変わりはないな。さっきはなんか本を読んでたけど、大丈夫そうだね。行ってみようか。
さっきは災難だったわね。その、笑ってごめんなさい、シロだ。あ、いや、もういいよ、それは。一応聞くけど、アカネじゃないよな。疑われること自体、心外だわ。え？私が行儀悪い子嫌いなの、知ってるでしょ。おう。ねねね、新曲作ったタイトルはね、あ、これ一番最初の日の時か。ああ、確かにそんなこと言ってたな。だから私は蜜葉のいたずらだとすぐに気づいたわ。蜜葉か。ああ、あんまり蜜葉そういうことするようには思わないけど、あかねはそう思ってるんだ。お、二人でなんかベランダにいる。あのさ、うんうん。蜜葉周囲を気にしてるな。どうしたの？まあ恋愛的な話なんですけど。それから二人の声が小さくなった。恋愛話ならまあ関係なさそうかな。でもちょっと話を聞きに行こう。茜ってさ、白田のことを好きなんです？おほほ。踏み込んだ瞬間とんでもない話を聞いてしまった気がして、俺はすぐさま立ち聞き体制に。どうしてそう思うの？やたらベタベタしてない？なんかさ、茜ってわかんない時があって、蜜葉はこんな風に茜を見てたのか。茜ってほら、育ちがお嬢様だから、私たちにわからないところもあるかもね。ゆずは誰とでもうまくやっていけるタイプだ。ユズは高校時代からずっと男女に平等って感じ、友達多かったもんね。アカネだって藤君には厳しくない？そういうとこもかえってあざとい気がする的な。なんだろう、ちょっとアカネのこと嫌なのかな。怖、事件とは関係なさそうだし退散しよう。じゃあ藤のとこ行ってみようかな。白田のやつすぐカリカリして参るよな。本当にこいつは陰口をペラペラと。言ってやろうか。しかし笑いを取るとはいえ、ユズの料理をめちゃくちゃにする勇気は俺にはないけどな。なるほど、お前にしてはなかなかいい着眼点だな。笑いを取る、本当にそれが目的なのか。俺ならもっとスマートに笑いをさらっていくぜ。いつも寒いジョークしか言わないけど、お前の口からスマートなんて言葉が聞けるとは思わなかったよ。どういう意味だ？事件の犯人は藤ではなさそう。おそらく茜かゆずのどっちかのような気はするけどな。どっか行けないのかな。いつもと変わらない玄関だ。あ、何か落ちている。お、これは行くべきじゃない？レシートみたいだな。誰かが落としたんだろう。なんて書かれてるのかよくわかんねえ。購入商品は1点のみ。あ、アルティメットイレイザー。なんだこれ。特撮ヒーロー的な名前からおもちゃを想像してみたが、この中におもちゃで遊ぶ人間がいるとは思いたくなかった。なんだろう。うん。はて、他には何か。ケチャップで笑ってやがる。クソ笑いやがって。言ってやろうか。相川は間違いなく思い出し笑いをしている。ああ、相川、さっきのケチャップお前の仕業じゃないよな。お前、殺したくて憎い相手に可愛らしいいたずらをサプライズするか。いや、多分しないけど。タリーナ、おい、どう考えても富士だろ。昨日の今日で富士がやるとは思えない。その場を離れたユズも怪しい。
けどゆずは動機が不明だしな。やっぱ富士だろ。言い換えれば動機があれば怪しいということか。用が済んだら出てけ。死にてえなら構ってやるけどな。目が冗談じゃない。出て行こう。うん、未だに不明だけどね、その相川を部屋に置いとくのが。お、わ、なんだよ、ビビっただろうが。そこまで驚くことないだろう。あ、そうだ。いや、富士、ちょうどいいところに来てくれたな。お、何をすればいいんだ。ケチャップ事件の犯人、レシートを調べて、冷蔵庫、レシート調べてもらう。重要じゃない手がかりに割く時間俺にはなかった。そんな時こそ使いっぱしの富士を使おう。お前これが何かわかるか？レシート？それに書いてあるアルティメットイレイザーだ。俺の芸名にしたいくらいイケてるけど、知らねえな。ああ、使えないパシリだな。まあ、待てって。調べとくって、少し待ってろよ。後で声かける。じゃあな。富士に証拠品を奪い取られた。よし、レシートは富士に任せて他を当たろう。うん、まあ、気になるよね。お、ケチャップ案を終え、その2。一応順調に進んでる感じ。レシートのことは富士に任せるか。俺が優先すべきはケチャップ事件だ。おう、ユズのとこ行ってみようか。ユズは特に変わらないな。ユズ、ご飯本当サンキューな。美味しかったよ。はい、お粗末様でした。それにしてもやりすぎだよね、あのケチャップ。床掃除大変だったんだから。うん、ユズはこの通り怒ってる。わざわざ掃除する手間を増やしてまでいたずらするとは思えない。まあ、とはいえね、これが演技かもしれない。うん。三つ葉のところにも行ってみようかな。うん？なんか怒ってないか。ほう。怒ってんの？ムー。何をプリプリしてるんだ。探りついでに話を聞いてやるか。む、白だ。三つ葉は不満顔で俺を迎えてくれた。どうした。白だ、なんで部屋戻っちゃったの。ゆず、かなり心配してた的な。ゆずは何か言ってたか。後で味噌汁とご飯を持っていくって言ってた気がする。ああ、確かに持ってきてくれたね。そっか、ごめんな。いたずらに笑えなくってさ、みんなと食べる気になれなかったんだ。ああ、そっか、うちこそ笑ってごめん。ケチャップは三つ葉の仕業じゃないんだよな。え？うちじゃないですけど。食べ物粗末にしないですけど。げ、また怒らせてしまった。退散しよう。じゃあ三つ葉ではないのかな。まあ、全部信じてたら多分誰も犯人いなくなっちゃうもんね。お、バルコニーで何してんだろう。あ、これがアルティメットイメイザーか。何やってんだ、富士。行ってみるか。アルティメット。なんだ、新しいダジャレ。アルティメットイレイザーな。わ、いたのか、白だ。しっかりしてくれよ。いいから任せろって。白だはほら、他にもやることあるだろ。任せて大丈夫かな。おっと、誰か来ちゃった。警戒レベル50。まずい、誰か来た。俺は急いで監視室から飛び出し、カーテンでモニターを隠した。警戒レベルってあんまり意識してなかったな、そういえば。ちょっといいかしら。あ、金だ。ああ。どうしたの？顔色悪いわよ。それは茜のせいなんて言えないよな。どうする？おっと。
正直に。あかねが来たからだ。ごめん、実は。見たのね。え？先週公開された闇夜の訪問者のことよ。え、ああ、なんだっけ？死体役だっけ？なんだっけ？作品はもちろん女優の繊細な感情表現が素晴らしかったわ。私もあの女優のようになれるのかしら。あかねならきっとなれるよ。そうね、あなたの期待に添えられるよう頑張るわ。あかねはそう言って部屋から出て行った。なんであかねのせいっていう言葉からそこに繋がっていくんだろう。結局何の用事だったんだろう。さあ監視を続けよう。うん、不思議だ。あかねの部屋は？笑ってる。あかねのやつニヤニヤしてること多いな。バカな子ほど可愛いって言うわよね。誰のことだろうな。行ってみるか。食べ物で遊ぶなんて、ほんと蜜葉ったら手のかかる子よね。蜜葉のことを手のかか、あれか。バカな子って言ってたのかな。あかねはケチャップ事件の犯人を蜜葉だと思ってる。蜜葉って藤と兄弟みたいだと思わない？あかねは蜜葉は妹みたいに思ってるのか。まあそんなところね。彼女が私を煩わしいと思ってるのも知ってるわ。え、どうしてそう思うんだ。ゆずと私は親友よ。ゆずを通して聞いているってことか。なるほどね。ゆずんとこ行ってみるか。特に変わりないな。ゆず、ご飯ほんとサンキューな。美味しかったよ。あ、これは一緒か。ダリーって。これも多分変わんないんだろうけどね。相川は藤がケチャップ事件の犯人だと思っている。俺、藤は違うような気がするんだよ。あ、じゃあ誰なんだよ、タリーナ。お前さっきユズも怪しいとか言ってただろ。一人離れたからってだけだ。まあそうなんだけどさ、ユズに変な動きとかなかった？変？ああ、なんでもいいんだよ。キッチンでゴソゴソしてた気がしなくもね。え？ユズがキッチンで作業してるのはいつものことなんだけど。なんでもいいっつったのはお前だろうが。確かに。じゃあキッチンに行けば何かわかる？お、いなくなった。洗面所だ。その、まあいいや、ちょっとキッチンは？お、さっきとどこか違うような。これは行ってみないと。ん？なんか床が揺れてないか。どうやらキッチンの収納ペースから液体が漏れ出ているようだった。確かに、ユズが見たら発狂しそうだな。余計な不安がよぎったところで収納棚を開けると、段ボールの中身が漏れ出てるな。なんだろうね、この箱。パンパンに詰められてるけど何が入ってるんだろう。いや、これ開けると死ぬんじゃねえのと思いつつ開ける。このまま放っておけば床のシミが広がる一方だと。俺はガムテープを剥がして中を開けた。何？中には卵やヨーグルトといった冷蔵食品をはじめ、ケチャップや油が詰め込まれるようにして入っていた。これって、関係ある？多分これはケチャップ事件の犯人と何か関係あるはずだ。犯人がケチャップをわざわざ段ボールに隠す意味ってなんだ。それもケチャップのみならず、冷蔵庫の中身すべてだ。ますますわからないぞ。開けるなって書いてる。
なんだろうね。まあでも台所でそんなことするしそうなのってユズしかいねえよな。はあ、これどうにかならないかな。これ？なんか洗濯しようとしてんのかな。叩いたら収まったりしないか。ああ、洗濯機壊れてるとか？よくわからないけど物を壊すのはやめていただきたい。行ってみるか。の、やっぱ回してるね。なんだこの不穏な音は。やっぱりうるさいでしょ。ああ、欲しいな。静音性の優れた洗濯機。これは買えということか。管理人だから。なぜか視線をよこされたので話題を変えようと思う。なあ、ゆず。誰がケチャップで料理をめちゃくちゃにしたと思う？そこなのよね。私の掃除の手間を増やすってことは、私に恨みがある人、なんてね。具体的な名前を挙げないあたり、少しだけ気になるな。まあそれがね、なんか、ゆずの優しさだったらいいんだけど、恨みがある人が犯人。何考えてんだろう。少しイライラしてるみたいだけど。っていうのはさっきと一緒かな。もう一回言ってみるか。さっきはごめん。蜜葉は食べ物粗末にしたりしないよな。そうだよ。うちはね、ケチャップの犯人は茜だと思う。ん？茜？一番ないと思うんだけど。その言い方。うちは茜より可能性ある的な言い方。いや、そういうわけじゃないよ。茜のことだから、私はお行儀悪いことなんてしませんわ、とか言ったんでしょ。口調は違うけど否定したのは確かだな。犯人は僕ですなんて言わないんだよ。確かに。つまり一番犯人像から遠い茜こそケチャップ犯。これが真相。筋は通ってるな。ミスはすごいじゃないか。でしょ？もっと褒めて。9割くらい死ねんだろうけどね。なんで冷蔵庫のものが。ケチャップ事件はただのいたずらじゃない。だとすれば？はて、誰に聞くべきか。あれ？富士がいなくなった。この間に行けるんじゃない？何か隠してるとか。おお、ゆずの記帳には書きかけのネームがあった。気になったのは、ストーリーか？少女漫画ってのは大体目がでかいよな。少女たちの理想を詰めてるって感じ。男の方はなんだかすごい顔だな。これも少女たちの理想なんだろう。内容は突っ込んでいたらキリがない。なんだこれ。ゆずのやつ瞑想しまくってるな。これで賞を取るのは厳しいだろう。やっぱりそうだよね。やべえ。ゆず、いつからそこに。貴重な意見ありがとう。早く出て行ってね。まずゆずを怒らせた。これはバッドエンディングだ。俺がユズの部屋に勝手に入っていたことはすぐにみんなに伝わった。次第にみんなの俺を見る目が変わっていった。ある日、財布の盗難があった。言葉にはしないがみんな俺を疑っていた。その日からこの家に俺の居場所はなくなった。ついに俺はみんなの前から去ることを選んだ。その後の俺の行方は誰も知らない。悲しい結末。失踪。ということはここの選択肢が間違えてたってことかな。ネームの筆跡か。このネームの筆跡、どこかで見覚えがあるような。見覚えがある文字はおそらくここだ。開けるな。ああ、なるほどね。この筆跡、これと全く同じだ。
すごいね、よく覚えてるね。篠田くん、ゆゆず、いつからそこに？何してるの？おーっと、来た。うん、朝食のお礼をしようと思って。ふーん、不法侵入がお礼なの？そんなつもりじゃ。恩をあだで返すか。そうか。てへ、怖。あ、これまた同じエンディングか。ここの選択を間違えるとやばいね。漫画が読みたくて。これ。え？すごく可能性を感じる。ああ、ダメだ、終わった。本当？え、ああ、本当だ。すっごく良かったぞ。どこが良かった？え？今日マジか。まだ来るか。ストーリー。ストーリーだよ。ゆずのことだからこの後すごい展開が待ってるんじゃないかってさ。さすが篠田くん。そうそう。実はこのヒロインと男は二人とも性別が逆でね。突拍子もないな。でもそれ、ボツになりそうなの。そうなんだ。うん、それ捨てようと思ってたから、読みたいなら自分の部屋で読んでくれる？あ、ごめん、勝手に入って。はいはい。褒めてくれたのは本当嬉しかったし、見逃してあげる。なんとか切り抜けた、か？うん、まあとにかく、文字のことは分かったね。ん？あれは？行ってみるか。お、なんかある。なかなか美味しかったよな。まだたくさんの実をつけているプチトマトに近づいたところで、お、虫？プランターの陰に隠れるようにして一粒のプチトマトが転がり落ちていた。さすがに落ちているのは食べられないけど、ほんとよく育てたよな。思わず手に取ると、発色のいい赤色を眺める。これ穴開いてないか。虫食いのそれとは異なる数ミリ台の穴が開いていた。え、なんか怖いな。わざと枯れさせた？お、あかね、何してるんだ。行ってみるか。だいたい行くと死んじゃうよね。洗面所に行くと、茜は凄まじい集中力で何かを探していたので、そっと近づいた。茜、キャー！シュー。茜は俺に向かって刺激臭をする何かを吹きかけてきた。何？痴漢対策のとか？あ、どこ行っちゃった？え？白だ。もしかしてまたぶつけたってことか。白だ、気がついた。さっきはごめんなさい。でも急に話しかける白でも悪いのよ。どうやら俺は間違って殺虫剤を吹きつけられて気絶していたようだ。ああ、大丈夫。は、まさかこの状況は。茜の体勢、俺の頭の位置、茜との距離。間違いない、これは膝枕だ。まだ動けそうにない。ちょっと立てそうにないかな。スケベだな。もう本当かしら。俺は茜の柔らかい匂いに包まれながらもうしばらくの間、茜の膝枕を堪能した。エンディングになっちゃった。茜に膝枕してもらってから茜のことが頭から離れない。襲撃犯のことなんて忘れて、いつも茜の部屋を監視するようになった。もっと茜と話したい。茜のことを知りたい。監視カメラを増やし、常に茜が映るように改良した。ことがことだからな。しょうがないんだ。今日も茜を監視する。ただの変態になっちゃった。ストーカーか。で、ゴキブリかなんかを探してるってことだよね。一旦そっとしておくか。声をかけずに立っていると、気配に気づいた茜が振り返る。篠田、ごめんなさい、気づかなくて。どうしたの？
いや、真剣に何してるのかなと思って見てただけ。何か演技の練習？違うわよ。そうだ、シロだ、あなたも手伝いなさい。ここに私たちの暮らしを脅かす者がいるわ。え？ G から始まるあいつの影を見たわ。なんだ、虫ごときで大げさだな。あら、平気そうね。頼もしいこと。ほら、洗面台の裏よ。わわ、押すな押すな。背中を押された勢いで足をゴミ箱に引っ掛けて倒してしまった。もう余計な仕事を増やしてくれるなよ。倒れたゴミ箱の中身を拾い上げた時だった。何に使うんだこれ。ゴミに紛れて小さなスポイト。下に緑色の液体がかすかに残っている。奴はいたの？やったの？え、ああ、もう殺した、殺したよ。悪いやかね。俺に虫退治してる時間はない。助かったわ。ありがとう、シロだ。まあ、一匹いたらなんとやらというし、まだいるかもしれないから気をつけろよ。俺は逃げ去るように洗面所を後にした。この緑色の液体っていうのが、レシートのやつなのかな。虫は無視したって、シャレか？ゆずが部屋に戻ってるんだけども、やっぱゆずかな。面白いって言ってくれる人もいるのよね。漫画のことか。もっとしっかりしなきゃ。特に変なところはないか。まあ、行ってみるか。ゆず、ネーム全部読ませてもらったよ。面白いと思う。少女漫画というよりはギャグだけど。本当？でもね、何度も担当さんに修正入れられて結局ボツ。もう私の作品っていうより担当さんの作品って感じ。そこが商業の世界かもしれ、世界なのかもな。ゆずの気持ちもわかるけど。画を通すばかりじゃうまくいかない。どっちも頷けるものを目指すしかないね。白田くん、たまにはいいこと言うじゃない。今夜はデザートつけてあげようね。で、俺も何人生相談なんかに乗っちゃってるのか。ゆずは容疑者の一人だ。あれ、それだけ会話。バルコニーとかは、キッチンは？てか、あんな段ボールに入れられたら、その後食事どうなるんだろう。そういえば玄関で拾ったレシートって。行ってどうなる？玄関で見つけたレシートを思い出してのことだった。結局富士のやつは使えなかった。お、これはまさか噂をすればじゃない。今俺のこと使えねえとか思ってただろ。まったく、あと2秒でお前に見切りをつけるところだったよ。2秒あれば十分だ。これなんだけど。アルティメットイレイザー。これは農薬だ。農薬？富士、ちゃんと調べたんだろうな。信じてもらえないと思って、ちゃんと用意したぜ。これが実際の商品だ。画像を送っといてやるよ。お、緑の。農薬買う人間なんてまあ一人だよな。にしてもなんか、美味しそうな色だな。メロンジュースみたいだ。間違っても飲めないメロンジュースだがな。手元に揃った証拠の数々。そのどれもがあいつにつながる気がしてならなかった。ああ、まあゆずだろうけど、これ飲まされるとかなのかな。お、終了しちゃった。これまでの証拠から考えて犯人は、ってまあ分かってるんだけど、いたずらをした理由はまだ分かんないね。起きた事象は全てつながっている。一つの犯行計画に向かってな。やっぱ農薬で殺そうとしてるとかそういうことなのかな。
間違いない。俺を殺そうとしているのはユズだ。まずは今日の昼、みんなで映画を見ようとした時、ケチャップ事件が起きた。ケチャップ事件はいつ起こったのか。それは暗くなってる間に起きた。リビングが暗くなった時にケチャップを仕掛けたんだ。ケチャップを仕掛けた犯人はおそらく、まあユズ、ユズだ。みんなが笑う中、ユズは一人迷惑そうに注意したことで犯人像を自分から遠ざけたんだ。ユズが起こしたケチャップ事件、この犯行は、ああなんだろう、脅かす以外に目的あんのかな。ただ脅かすためにやったことじゃない。もしケチャップ事件がただ俺を脅かすいたずらなら、使ったケチャップは冷蔵庫に戻せばいいだけの話だ。しかしケチャップはおろか、冷蔵庫の中身はきれいさっぱり消えていた。空になった冷蔵庫の中身、それはすべてここに隠されていた。っていうのが暖房だよね。キッチンの下の棚から見つかった段ボール。この中にはケチャップと冷蔵庫の中に入っているものすべてが隠されていたんだ。ユズが段ボールに隠したと示す証拠は、証拠か、これでいい気がするけど、段ボールの張り紙にある開けるなと書かれた文字。これはユズの制作中のネームの文字と筆跡は同じだった。このことから間違いなく段ボールに隠したのはユズだと断定できる。ユズはケチャップで料理をめちゃくちゃにし、冷蔵庫の中身をすべて隠した。この一連の行動の目的は、俺に料理を与えるため。ユズは空腹で困っていた俺のもとに料理を持って現れた。すべては別の料理を与えるための下準備だったんだろう。ありもので作ったというユズの料理に入っていたものは、トマト。ユズは庭に実っていたプチトマトを料理に加えた。その際に一粒落としてしまったんだろう。落とされていたプチトマトにある特徴があった。それは、数ミリ台の穴。虫食いのそれとは異なる数ミリ台の小さな穴が開いていたんだ。プチトマトに開いていた小さな穴、これ結びつく証拠品はスポイト。洗面所のゴミ箱で見つけた小さなスポイトだ。このスポイトをプチトマトに刺したことでプチトマトに小さな穴が開いた。そう推測できる理由は、スポイトに残る緑の液体、この正体はこれだ。つまりユズはプチトマトに農薬を入れ、俺を毒殺する。そしてそのプチトマトはすでに俺の体内に。だよね。推理してる場合じゃない。でもなんか何ともなさそうだけどね、今のところ。とにかく吐き出すんだ。大丈夫なんじゃない。急激な吐き気がこみ上げてきた俺は口に手をあてがい、トイレのドアレバーに手をかけた。あれ、もしかして開かない。その声、白だか、すまん、もう少し待っ、お前本当に使えないな。俺は扉を蹴りつけ洗面所を目指した。上、吐いてる。喉奥に手を突っ込み吐き出そうと試みるが、プチトマトを食べたのは昼間。当然のように口からは何も出てこなかった。ダメだ、もう遅いのか。てめえ夜中に何してる。お、声に振り返ると相川がまじまじと俺を見ていた。あ、相川、これはその、焦るあまり
背後の気配に全く気づけずにいた。悪いが、今お前の相手をしてる場合じゃない。ん？落ち着け。何があったか聞かせろ。こいつに話してどうにかなるものでもなかったが、隠す理由もなかった。ユズは俺を殺すつもりだ。あ？ユズが？ユズは農薬をプチトマトに注入して俺に食べさせたんだと。シロダはユズを犯人だと推理する。そこまでが俺の筋書きだ、シロダ。え？まあ、待て、訳がわからない。お前の推理は正しかった。犯行が俺だということ以外はな。あ、そうなんだ。その意味を理解すると同時に、俺は相川に詰め寄っていた。お前がユズを犯人に仕立て上げたってことか。無理だろう、そんなこと。空の冷蔵庫、段ボール、スポイト、農薬、アルティメットイレイザー。それはこの件に関わっていることを証明するには十分すぎる言葉だった。なるほど、まだシロダを殺すことは諦めてなかったんだ。ざまあねえな、シロダ。ユズを犯人に仕立て上げれば、俺は手を汚さずにお前を殺せる。名案だろ。お前、ショックを隠しきれない俺を相川がニタニタと笑い、探し物はこれか、シロダ。そう言って茶色いガラス瓶を取り出した。こいつは解毒剤だ。頭上にそれをブラブラと掲げ、まるで渡す気がない。相川は明らかにこの状況を楽しんでいた。見ててやるよ。手を伸ばしもがき苦しむお前が俺を恨んで死ぬ様をな。そう言って相川はガラス瓶を静かに振り上げた。こいつ振り落とす気か。ここが運命の分かれ道。腕を掴む。まあ落とされそうだな。やめろ相川。相川の腕を掴んで何とか阻止する。てめえ話しやがれ。俺たちは掴み合ったまま互いに一歩も譲らなかった。隙を見て解毒剤を奪い取るしかない。よっこせ。ち、わずかながら相川の腕の力が弱まった時だ。シロダ、トイレ、おい、何してんだ。な、突如現れた藤が俺たちを引き剥がした拍子に、あら、割れちゃった。相川の手からガラス瓶が滑り落ち、ガラスが床に飛び散る。命が終わる音がした。お前何して。藤を突き飛ばし、とっさにこぼれた解毒剤をかき集めようとかがみ込む。緑色。およかったじゃん、これ毒だったんだ。メロンジュースか。悪い、俺は喧嘩を止めようと。藤のアホな答えでそれは確信に変わった。いや、これは飲むものじゃないよ。ち、だからごめんっつってる。わざとじゃねえんだから怒るなよ。でかしてほしい。ようやく役人に立ってくれたな。え？そう言って俺は相川を見据えた。驚いたよ相川。解毒剤と称して農薬を飲ませようとはな。けど一つ疑問がある。俺はもうすでに農薬を飲んでいる。2回も農薬を飲ませる必要があるのか。まあ飲んでないってことか。しばらく俺を睨みつけた相川は俺から視線を外し、もう手の内がないことを示すように少しずつ話し出した。お前が食べたプチトマトに農薬は入っていない。お前が農薬を飲んだと思い至るよう証拠らしい証拠を撒いただけだ。一度俺を突き止めたお前なら必ずたどり着くと踏んでな。焦ったお前は必死に解毒剤を手に入れようとする。こいつが来るまで完璧だったはずだ。そう言って相川が藤を睨みつけると、藤がニタニタと得意げに笑う。よくわかんねえけど、俺がピンチを救ったってことでいいか。ああ、てめえはとんだイレギュラーだ。本当に。邪魔しやがっててめえ。やけを起こしたのか、相川は怒りの矛先を俺から藤に変え、相川が藤に襲いかかった。アルティメットキーク。そんなことできるの。相川が反射的に体をかばう動作を見せたが、ガシャン。藤は代わりで、
蹴りではなく手錠をかけた。何しやがるてめえ。どうだ、俺のアルティメットフェイントの味は。こんな形でマジックグッズが役に立つとはな。よくやったフシ。つい昨日殺そうとしてきた相手に俺はハイタッチを決めていた。確かに。どっちにも殺されようとしてたのに。その後俺と藤は相川を拘束し、ひとまず部屋に相川を放り込んだ。くそ、マジで相川は篠田を殺そうとしてたんだな。ああ、お前が来なかったら俺は死んでたんだろうな。ああ、やっぱりな。見張っといてよかったわ。なんか相川怪しいなと思ってさ。俺たちいいコンビだよ、篠田。急な仲間意識を見せる藤の調子の良さには呆れたが、偶然とはいえ、助けられた事実は変わらない。さて、俺は相川の前に腰を下ろした。俺がお前から解毒剤を奪い取るまでがお前の筋書きだったわけだな。死に物狂いで駆けずり、空回るお前は傑作だった。けど俺が現れて篠田を救ったよな、ふ。藤てめえ、どうして篠田にこびへつらう。俺のことは今は関係ないだろ。話がこれ以上脱線しないうちに俺は二人の前に手をかざした。相川の処遇について話がある。警察に突き出すのはまだだ。は？襲撃犯を見つけるまで監視をやめるわけにはいかない。かといって放置するのも危険だし、監禁するのも不自然だ。というわけで藤、相川を監視しておけ。ああ、今日みたいに見張っとけばいいのか？見張るんじゃなく監視しろと言ったんだ。常に二人一緒に行動してもらう。藤、お前が少しでも相川から離れたら。わあ、わかってるって。任せろ、城だ。おい、城だ。マジでふざけんなよ。一度ならず二度までも、ふざけた犯行計画をするお前にだけは言われたくない。連れてけ、藤。俺行くぞ、相川。引っ張るんじゃねえ。これで終わると思うなよ。捨て台詞を吐き去る相川に、俺はすでに興味を失っていた。吠えろ相川はもう敵じゃない。静かに身を潜め続ける襲撃犯だけが、俺の心を掴んで離さなかった。なんだ、ゆずじゃなかったんだね。まあそれはそれでほっとしたけどね。お、死亡回数だいぶ減った。それでも評価は C なんだ。おぉ、5日目。無事4日目、生き延びた。まあ、3回ぐらい死んだけど。じゃあ、今回は、この辺りで。また次回、5日目が楽しみですね。期待して待っててください。ポコタでした。